これを着て。ありがとう。ここは安全だ。ごめんなさい。いいよ。どうしてアルが。君と反対に順位が下がってるから。自分への怒りが君への恨みになって怖かったんだろう。誰だって怖い。アルのような人間は恐怖でおかしくなるが、君は違う。恐怖に遭うことでより成長する。俺は見た。横になって眠った方がいい。ええ、俺は床で寝る。落ち着いた？だいぶ。よかった。昨日はどこに行った？兄に会いに。勇敢に少し飽きてきた。そうか。兄は博学が無欲から政権を奪おうと計画してるって言ってた。そんなことできるの？連中ならできるだろう。本気でやろうと思えば。両親が心配で。ああ、でも他に心配すべきことがある。違うか？行かなきゃ。おめでとう。ねえ待って、フォー、やめて。フォー、勇敢なんだろう。お願い、見なかったって言って。そう言ったらホッとするか？